僕たちはそれの調査中だったんだ真相を知るはずないそれが分かってておちょくってるんだろう最初から助ける気なんてなかったんじゃないか報いを受けろ <laughs> <laughs> リネ大丈夫か危ない危ない看護師長の銃のおかげで助かった なんてことないよ、公爵看護師長この銃はおもちゃに見えるけど、ちゃんと使えるのよ。シグブイ、君。勘違いしてるみたいね。うちはメロピデ要塞の一員だから、メロピデ要塞を守るのがうちの責務なの。最初、ヌビレットさんがうちをメロピデ要塞に派遣したとき、あの方はこう言ってた。 うちの仕事は、ここの人たちの面倒を見ることだって。うちは、ただ使命を遂行しただけなのよ。その理屈なら、リネたちだって囚人で、ここの一員だろなんであいつらの面倒は見ないんだよでも、うちはちゃんとヌビレットさんの言いつけ通り、彼らを守ってたのよ。じゃなきゃ、もっと違う結果になってたもの。 それは公爵も認めてくれるはず。ね公爵ふうん、看護師長。あと数分は待ってくれてもよかったんじゃないかどうせ、もうそろそろ時間でしょ公爵ってば、たまに困ったことをするんだから。うちはただ、ちゃんと公爵とお話がしたかっただけなのに。何言ってんだ 二人を解放してくれ。その代わり僕を。感動的だな。もう一分くらい見とくかまあ、やめてあげなさいよ。マスを急かすな。もうじきお客さんが二人到着する。まずはお茶を飲ませてくれ。看護師長、リネットちゃんのことは任せた。な、何をする気だ 足音が近づいてきた。